キャプテンハウスの店舗例、キャプテンハウスとは、かつて、栃木県宇都宮市に本社を置いていた、日本のコンビニエンスストアチェーンである。北、関東を中心にボランタリーチェーンとして展開していた。そのため、酒屋からの業態転換点が多かった。1985年5月には、宮城県大崎市に本部を置く、リトルスターと業務提携を結んでいる。 1993年には栃木県内に約80店舗を展開していたが、その後ローソンなどが栃木県へ進出し、1996年には53店舗にまで減少した。その後本部も倒産したため多くの店舗が閉店したが、2019年時点でも数店舗が残っている。道路に面したタバコの販売窓口。 窓際に並んだ豊富な雑誌と酒屋ルーツならではの充実の種類ラインナップなどといったコンビニではあまり見られない特色が多い。コンビニ業界再編の兆し相次ぐ提携合併生き残りへ本部機能強化。日本流通新聞大 ACVS 栃木県内でローソンを本格展開。唯一の空白埋める日本食料新聞。 1993年2月10日。2020年7月15日閲覧。AB、小売ネットワーク、VMN 順調に組織拡大進む、全日食チェーン、田中明社長に聞く、日本食料新聞。1996年8月12日。2020年7月15日閲覧。辰勇気。もう消えたはずのコンビニチェーンを守る店をめぐった。 デイリーポータル Z2020 年7月15日、閲覧。ボランタリー MN がメンバー店で CP21 実験開始。日本食料新聞援九1999年9月3日。2020年7月15日閲覧。448マイナーコンビニ、キャプテンハウス第1号店。関東土木保安協会。2020年1月12日閲覧。 ありがとうございます。